どうも、プラチンです。今回は前々から欲しかったものを購入しましたので、そちらをご紹介したいと思います。こちらなんですけど、開けよう！やばいぞ。ふっ！ふっ！来たー！やばい、来たよ！ついに来たー！はい！今回ご紹介する商品は、1993年に発売された、キングコング対ゴジラに出てきた、キングコングのソフビです。まあ、まずね、こちらの怪獣は先ほども言いました通り、1962年に公開された、キングコング対ゴジラに出てきた、大怪力怪獣、キングコングで、とにかく強くて、あのゴジラと引き分けた数少ない怪獣でもあるんですよね。ちなみにこの映画は、ゴジラシリーズの中で、歴代最高の観客動員数を記録したんですよ。で、当時ね、お金持ちの友達が、このキングコングのソフビと、さらに、キンゴジのソフビを持ってたんですよ。で、それがめちゃくちゃ羨ましくて、もうね、いつか購入しようと思ってたんですけど、ついに購入しちゃいました。で、こちら定価は1200円なんですけど、7500円で購入しました。めっちゃ高いんだよ。ソフビで7500円。一瞬迷ったけど、もう昔から欲しかったのでね。はい。まあ皆さんご存知だと思いますけど、このキングコングっていうのはもともとアメリカの怪獣なんですよね。だから権利的に日本での発売が結構難しかったんですけど、この1993年のソフビは、キングコング生誕60周年記念の限定版券を取得してバンダイが発売した商品なんですよ。だから1年間限定の発売になったんですよね。だからちょっとブレーメンがついてるのかな。ちなみに高さは 18.5cm ぐらいで、モンスターアーツのデスゴチと比べると結構でかいんですよね。ちょっとキンゴジのモンスターアーツと並べるのが夢だったんですけど、若干比率的には難ありだな。モスゴジと比べると大人と子供、かわいい。シンゴジラとちょうど同じ大きさかな。まあ昔のソフビと比べると、まあ同じぐらいの大きさかな。だいたいこれぐらいのサイズだったんだね。ビッグサイズの毛圧が欲しいわ。最近のソフビと比べると若干大きいですね。ではね、ちょっと細かい部分見ていきましょう。この顔、やっぱすごいわ、このソフビ。再現度高くないですか？うわぁ、恐ろしい。うわぁ、怖い。このソフビなんだけど、このディテール、すっげぇ細かい。黒目が排除されている感じはね、結構好きですね。映画ではアップになった時とかはね、黒目あったけど、僕はこっちの方が1962年のキングコング感があって、好きだね。おでこのシワとかめっちゃリアル。目は銀色ですね。鼻の彫り方とかもリアル。牙の塗装結構綺麗じゃないですか？うわぁ、いいね。ここに微妙に耳ありますね。いや、細かい、ほんと。で、正直ね、僕この顔結構トラウマなんですよ。僕もともと恐竜が好きでゴジラとか好きになったので、でかいお猿っていうのに免疫がなくてめっちゃ怖かったんですよ。なんか進撃の巨人的な感じですよ。あとなんか感情がない感じ。これが怖かったんだよな。この髪の毛ね、ちょっとリーゼントっぽいんだよな。まあ、キングコングはね、毛なんですけど、それがうまくこの線によって、再現されてるよね。あとソフビなんで結構軽いんですけど、結構硬いですね。うん。柔らかくない。思いっきり押したら割れそうな感じですね。この撫で方な感じね、もう最高ですね。そしてここ。おっぱ、その前にここの筋とかも半端ないですね。リアルだね。改めて見ると胸ってこんななってたんだって思いますね。まあ、乳首があるというね。ただカップ的にはもう逆 A カップみたいになってますね。ちょっとクレーターみたいになっても。いや、ただこの毛並みの再現が素晴らしいですよね。これ1200円だったんだ。そしてやっぱ肩から腕にかけてのこのラインね。やっぱお猿さんだよね。腕がめちゃくちゃ長いっていう。このダラーンとした腕、いいなぁ。凹凸がしっかりあって、立体感ありますね。すごくないですか、この線。本当に素晴らしい。そして手の先、この細かさよ。本当に人間の手を見てるみたい。晩年を迎えた人間の手だよ。爪がちゃんと彫られてるんですよ。いやもうマジ感動なんだけど。小学生の時ここまでマジマジと見てなかったけど、こんなすごかったんだ。すごい。色が変わってんのもいいね。手のひらもこう人間っぽいんですよ。こう指の第一関節とか第二関節もしっかりね、線が入れられてますね。こっちの指も同様ですね。いやー、これ25年ぐらい前のフィギュアなんだけど、圧巻ですね、これ。ちなみに腕はこんな感じで、こう、一回転余裕でしますね。まあ、肩の分割線は若干気になる人は気になるかもしんないけど、まあ個人的にはそんな気になんないかな。まあ腕を大きく上に上げることによって、こんな感じで何かを持ち上げることも、できると。いや、安定感もあるし、汎用性あるぞ、これ。いや、ウッディも嬉しそうだ。高い高い。いや、怪力具合がうまく発揮できますね。ケーン、来ちゃダメ。そして、お腹あたりのこのボコボコね。この辺がやけにリアルなんだよな。そして、足。このバランスは僕いいと思うんですけどね。映画もっか見たら違うのかな。でも、パッと見全然違和感ないバランスですよね。この辺ね。いやー、やっぱりこの、表面がいいよね。足。この皮膚と毛の境目のラインがリアル。素晴らしい。だってちょっと匂ってきそうやもん。かぐわしい匂いがね、漂ってきそうなぐらい、それほどリアルです。ここですね。爪もしっかり作られてます。足もですね、こんな感じで、一回転。
することが可能で、こうやって足を開くことによって可愛らしいねポーズも撮ることも可能なんですよね。この辺の遊び心素晴らしくないですか。だからこういう風にして作られてるのかなと思うんですよね。こうやって開脚できるようにね。可愛い、めっちゃ可愛いんだけど、これ見てこの後ろ姿、すっげー可愛い。哀愁漂ってくる。この装備何なの可愛い。で、足の裏に注目してほしいんですけど、まず左足バンダイと書いてますね。で、右足キングコングの上に TECARR って書いてあるじゃないですか。このターナーエンターテイメントっていう会社から権利を購入したらしいんですよね。海外の会社ですよ。だから日本と海外2つの刻印が押されているというね。こういうのも珍しいですよね。最後に後ろ、いや哀愁あるわ。この動物の後頭部ってなんでこんな可愛いんだろうね。まあ哺乳類だけど、このたるみ、この再現がやっぱ素晴らしいですね。色は一色なんだけど安っぽさを感じさせないんだよね。十分ですよ、十分。めっちゃリアル。お股いいね、お股。はい、というわけで今回は1993年に発売されましたキングコングの装備をご紹介させていただきました。いやね、やっぱりクオリティ高かったですね。当時の記憶が蘇りました。今年の12月かな、発売されるキングコングのモンスターズとちょっと大きさは変わってくると思いますけど、並べたい。で、写真をいっぱい撮りたいですね、パシャパシャ。そしてね、このキングコングとゴジラは再来年約60年ぶりに再び戦いますから、もうめっちゃくちゃ楽しみ。もうこれも楽しみとしか言えないね。はい、そんな感じで今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた、バイバイ。クソ、こうなったら本気を出すか。うわー、今度の俺はちょっと強えぞ。